オンズカップ2019中級ガート 1800m。 アップダウンが激しいコースで逃げ先行馬が有利な流れになることが多く、スタミナを持つ先行馬が有利となるコースです。チャンピオンズカップは過去10年中5万円以上の配当が7回、そのうち10万円オーバーも4回出ている大荒れレース。 G1 の中でも穴場万馬券が出やすい荒れやすいレースとなっています。まずは過去5年の血統分析です。近年はバイスリージェント系の血統が活躍。この血統を持つ馬が2017年まで3連勝、2018年はウエスタールートが8番人気2着に好走しました。バイスリージェント系の血統でデピューティミニスターを内包する馬が2016年1着、2015年3着、2014年1着と馬券に絡みやすい印象はあるので、チェックポイントではあるかなと思います。今年バイスリージェント系の血統を内包する馬はウェスタールンド、キングスガード、ゴールドドリーム、里のティターン、帝王エナジー、三つ葉、ロンドンタウン、ベンジェンス、この8頭です。星マークはバイスリージェント系のデピュテミニスターを内包する馬になってます。そして母父サンデーサイレンス系も注目です。こちらも副賞率が 35% を超えているのでチェックしていきたいですね。アナザードゥルース、オメガパフューム、中央ウィザード、名称技師、ワイドファラオ、この5頭になります。続いて傾向、過去10年の分析です。枠順はこちらの通りになってます。副賞率が1枠 37.5%、 2枠 40% と好成績。少なくとも5枠より内に入ると馬券に絡みやすいのかなと思います。あとは外枠有利という分析もありますが、今回は5枠以内で考えたいと思います。次に人気順、一番人気の副賞率が 70% ですが、冒頭でもお話しした通り穴場万馬券が出やすいです。6から9番人気の馬も単勝回収率 122%、 副賞回収率も 110% となっております。オッズが気になりますね。年齢は3歳から6歳が馬券に絡んでいますが、副賞率が5歳 22.5%、 6歳 24.1% と5歳6歳馬が好成績ということも覚えておきましょう。そして今回気になっているのが前走着順別成績。前走着順1着の勝率は 9.5%、 副勝率は 31%、 前走着順2着の勝率は 13.6%、 副勝率は 31.8%。 基本的に前走成績が高いほど本走でも好走する成績にあります。今回の出走馬の中ではベンジェンス、オメガパフューム、キングズガード、クリンソベリル、コマビショ、サトノティターン、タイムフライヤー、中央ウィザード、この8頭に注目です。これらのことから今回のチャンピオンズカップのポイントは3つ。1、バイスリージェント系の血統を内包、または母父サンデーサイレンス系の血統を内包する馬。2、内枠有利な傾向、少なくとも5枠以内。3、前走着順成績が好成績、この3つとしました。それではブランの推し馬です。一押しはオメガパフューム、母父サンデーサイレンス系の血統を内包、前走着順成績2着と好成績、1周前最終追い切りともに好タイムで前肢の上がりもよく伸びやかな走りです。オメガパフュームを管理する安田調教師の JRA の G1 馬にしてあげたいという言葉通りで、しっかり調教されてきたなという印象でした。実はお父様の安田孝之調教師はこのレースが JRA の G1 初勝利であり、調教師親子での同一 G1 制覇なんてこともあるかもしれないですね。左回りが苦手かなと思っていましたが、前走浦和競馬場は小回りの左回りでしたが、全く苦手という走りはなく、むしろ好成績、これは期待できるんじゃないでしょうか。さらに世界のデッドオリ騎手にも注目ですね。
三好は中和ウィザード、母父サンデーサイレンス系の血統を内包、2枠3番と内枠での出走です。前走着順成績1着と好成績、1周前最終ともにとても綺麗な動きをしていたと思うので調教も良さそうです。そしてダートの成績が高く、全て馬券に絡んでいるんです。実は中央ウィザードはキングカメハメハを父に持っています。この血統ダートでは 1700m 以上の中から長距離に強く重賞勝ちしている馬がたくさん、ダートの成績がいいのもうなずけますね。ただ今回川田騎手から福永騎手への変更、ずっとコンビを組んでいた川田騎手がクリンベリルを選択したため福永騎手へ、多少のマイナスポイントにはなるかもしれませんが、この馬自体のポテンシャルがとても高いですし、福永騎手も復帰後きちんと決めてくれるんではないかなと思っています。3推しはクリンベリルとゴールドドリーム、決めきれずに2頭になってしまいました。クリンベリルは言わずもがな5戦5勝の無敗馬、距離 1800m が得意ですし、インコースでの出走となります。前肢を高く上げ力強い走りで調教もとても良い印象でした。ただこのレースで小馬勢にどれぐらい通用するかが不安ですが、調教が良さそうなので馬券に絡んでくるのではないかなと思っています。ゴールドドリームは血統バイスリージェント系の血統でデピュティミニスターを内包、好成績を出しやすい6歳馬、前走着順成績も3着と好走ですし、前足の上がりが良く、こちらも調教は良さそうです。6枠11番での出走でどこまで走れるかというのが不安でマイナスポイントとなりました。今回のレースではゴールドドリームを3押ししたかったんですが、6枠11番ということで不安マイナスポイント、ちょっと決めきれずクリンベリルと同等の推し判定としました。川田騎手がクリンベリルを選択したことが吉と出るか、芝もダートも強いルメール騎手が行くか、師走の中京を彩るダート王決定戦、これは荒れそうですね。それでは皆さん、今日もラフルな一日をお過ごしください。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回いけたんじゃない？当てた当てた。バイバーイ。